こんにちは、しまなみ日和です。今日は2021年10月3日日曜日です。すごく晴れています。暑いです。日差しがとても秋と思えないぐらい暑くて、でもこの来島海峡大橋の下のビーチは潮風がとても気持ちよく涼しいです。今日は日曜日なので駐車場がね、どこもね結構いっぱいなんですよ。今までにないぐらい、コロナが少し収まってよかったなと思っています。今までに住んでいていいなと思うのは、ほんの少し車で走るだけでこんな大自然に恵まれた海に来たり、また山も結構近いですから自然がいっぱいでいいなと思っています。日差しが暑くて汗をかいていますが、目の前を大きな船が通っています。実は船の進行方向と逆に潮が流れているんです。近くでは数人の方が釣りをされています。さあ、アゲンストの波を受けて船がまたやってきます。右の方に赤い灯台が見えるんですが、その周りにはうず潮になっていますね。ぐる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 潮が渦を巻いています。焦点がおかしくなるんですが、焦点が悪くなります。そんな時は声を聞いて遠くの景色を眺めると自然に目が治ってきます。今日もしまなみ海道はとてもいい気が流れています。ここではぼーっと生きてるだけで大丈夫です。とても落ち着きます。身の回りの小さなことを忘れて、ただただ眺めるのに最適な場所だと思います。
マリーナパーク王濱にやってきました。マリーナの横に綺麗な芝があります。今日は日曜日なので人が多いです。こんな感じで芝が整備されています。照明